アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の水面に、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちがだ。さあ、おもちゃの剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス。俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕、いつまで持つかな。ビルを破壊する気か。英雄になりたいだけだ。うわ、かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。
約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。